無言電話などの迷惑電話で拘束に嫌がらせすることしかできないという弱さは可哀想だけどずるい手段で自分の欲望を満たそうとすることが自分だけ許されるという甘い考えからの不法行為は現代の社会では許されることはない。記憶に新しいのが神戸での無言電話での逮捕、サンテレビニュースを紹介します。神戸市の職員が3ヶ月間に携帯電話におよそ1000回、 非通知で無言電話をかけた疑いで逮捕されているまた全国の警察署の電話に半年間で約1万1,500回にわたって無言や大声の電話を繰り返すなどして偽計業務妨害の疑いで逮捕されている美白で知られた子鈴木園子さん創業の「その子に」に 迷惑電話を761回繰り返した男が御用となった義兄業務妨害の疑いで警視庁に逮捕されたのは東京都葛飾区水元の無職の男容疑を認め業績不振になっていると思って助言したのに相手にされなかったのでやったと供述しているが美容関係の仕事に就いたことのないど素人と見られる